はい、こんにちは、こんばんは。鬼太郎ファミリーの鬼太郎です。今日はシステム要件を満たさない古い PC を Windows 11へバージョンアップということでお話ししていこうと思います。使用するパソコンは HP コンパックプロ6300で、 CPU は第3世代 Core i5-3470 となっております。バージョンアップのやり方なんですが、今回はインストールメディアを作成する方法でやっていきます。まあ、インストールメディアではなくてもね、できるとは思いますけども、まあ一番わかりやすいかなということでね、USB メモリーを使ったね方法でやっていきます。 USB メモリーの容量なんですけども、 Windows 10と同様に容量 8GB 以上のものを使用します。それでは早速やっていきます。まずブラウザで Win11 ダウンロードで検索をします。検索結果に Windows 11をダウンロードするマイクロソフトというのがありますので、こちらをクリックします。 Windows 11のダウンロードページに移動しますので、 Windows 11のインストールメディアを作成するのところにある今すぐダウンロードをクリックします。ファイルのダウンロードが完了したら開くのですけれども、その前に USB メモリをパソコンに取り付けておいてください。 USB メモリを取り付けたらファイルを開いていくのですが、開くとご覧のようにインストールメディアの作成画面が開きます。ここからは画面の指示に従って進めていきます。まずライセンス条項が出ますので、よく読んで同意するをクリックします。次に言語とエディションの選択が出ますが、今ダウンロードしているパソコンにWindows 11をインストールするので、このまま次へをクリックします。使用するメディアは USB フラッシュドライブにチェックが入っているので、このまま次へをクリックします。ここでも取り付けた USB メモリが選択されていますので、次へをクリックします。ここまで来たら、あとは Windows 11のメディアが出来上がるのをただひたすら待ちます。使用する USB メモリの速度にもよると思いますけども、私の場合はあまり速い USB メモリではなかったので、インストールメディアが出来上がるまで約15分かかりました。はい、ということでね、USB のインストールメディアができましたので、完了ボタンを押して終了します。これで Windows 11をインストールしていくわけですけども、システム要件を満たしていないパソコンの場合は、ここで一手間必要となります。まずエクスプローラーで先ほど作ったインストールメディアを開きます。続いてソースフォルダーを開きます。ソースフォルダーが開いたら appraisers.dll というファイルを探します。 appraisers というのを調べてみたところ、評価者という意味でした。このファイルがね、古いパソコンを選別しているのではないかと思います。はい、ということでね、この appraisers.dll ファイルを削除します。ファイルの削除が完了したら、再び USB メモリのトップに戻り、セットアップエクゼをクリックして Windows 11のインストールを開始します。セットアップエクゼをクリックしてからしばらく待っていると、Windows 11のインストールという画面が出ますが、ここでも一つ重要なポイントがあります。これをやっておかないと、どうやら Windows 11のバージョンアップに失敗するようです。まず、セットアップでの更新プログラムのダウンロードの方法の変更という文字をクリックします。続いて、更新プログラムドライバーオプション機能をダウンロードするにチェックが入っているので、これを今は実行しないに変更します。変更したら次へをクリックしてインストールを進めていきます。しばらく待っているとライセンス条項が出てきますので、よく読んで同意するをクリックします。さらに待っているとインストール準備完了の画面が出ます。ここで個人用ファイルとアプリを引き継ぐかどうかの選択ができます。今回はバージョンアップということで、そのまま引き継ぎますので、このままインストールへ進んでいきます。ここからはただひたすら待ちます。インストール先がハードディスクだったこともあり、20分ほど待った時でした。突然 Windows 10の画面に戻り、再起動が始まりました。これで終了かと思ったんですけども、
更新プログラムのインストールが始まりました。そして更新プログラムのインストールを待つこと数分、 Windows 11のインストールの最終段階へと入りました。さらにここから待つこと数分、やっと Windows 11の画面にたどり着きました。開始早々にメニュー画面が飛び出してきてちょっと驚きましたけども、無事 Windows 11のインストールが完了しました。ここで Windows 11になって Windows 10の時の設定が変えられているかどうかを確認していきます。まずはデバイスマネージャーです。まあ、ざっくり見たところね、特別変更はされていないようです。まあ、細かいところまではね見ていないので、まあもしかしたらね何か細かい名前の変更とかあるかもわかりませんけども、まあここを見る限りは特別変わっていないようです。次はスタートアップですね。まずコルタナを無効にしておいたんですけども、 Windows 11では有効に変わっています。あとは Windows ターミナルというのが追加されたようです。まあただね、一応状態は無効となっております。はい、ということでこの Windows ターミナルっていうのがどんな役割するのかちょっとわからないんですけども、現状ではそれほどね大きな設定の変更というのはなさそうな感じです。 Windows 11になって見た目の最も大きな違いはやっぱりタスクバーのねアイコンが真ん中に寄ったっていうことでしょうかね。まあこれはタッチパネルでもね想定して真ん中に寄せたのかなっていう気がしなくもないですけどもね、まあ実際のところはわかりません。あとは設定の画面が大幅に変更されました。まあどこに設定があるのかね探すのが非常にまた面倒なんでね、ちょっとこの画面見るとねげっそりした気持ちになります。今回 Windows 11にアップデートして思うことなんですけども、まあこの設定画面を見た瞬間ね、メイン PC は当分 Windows 10でいいやっていうことを思いました。以上、今回はシステム要件を満たさない古い PC を Windows 11へバージョンアップということでお話しさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。キタロウファミリーのキタロウがお送りいたしました。それでは、さようなら。